どうも、雨上がり決死隊の宮迫です。さあ、今日はですね、緊急動画です。また、緊急に撮っております。と言いますのも、またですね、雑誌の方でですね、私の名前が載っていたので、一応確認のために見させてもらったんですけども、まあ、なんでしょうね。大概、あるんですよ。もちろん本当のことを書いてる部分もあるんでしょうけど、もうほとんどは根も葉もない情報ばかりで、さすがにちょっとこれ訂正しないとなと。まあ、一つの媒体だったらいいんですけども、今何社かちょっと出てきたので、カジサックのことなんですよ。なんでしょうね。やっぱり関西の番組を降板したと。まあ、その理由もちょっと僕電話で喋ってるのもしたんですけど、さっきも電話でちょっと喋ったんですけど、だいぶちょっと疲弊した部分も、ちょっと元気なかったですよ、カジサックも。ちょっともうやめてあげてほしいな。なんでしょうね、弱った部分とかになんか群がってくる感じ、確執にバッと群がるドクターフィッシュみたいなやつね。されたらもううわっって引くぐらい集まってくるみたいな。ドクターフィッシュはいいですよ、確執取ってくれるから。遺恨をなんか埋め込んでいくだけやから、こういう記事って。で、またそれを見てね、記事だけを見て憶測でいろんなもう根も葉もないなんかもう誹謗中傷的なことを書いてくる人もいっぱいいますから、もうね、ちゃんとしましょう。で、この記事というのがね、はい、まあまあ、番組降板して、いろいろ今、カジサックの方で、なんかちょっとネガティブな話題があると。で、その中で、YouTube の、編集スタッフが、一気に辞めてると。カジサックの方の。で、なんとその、編集スタッフが、宮迫チャンネルの方に流れていっているんだ。来てるか？もう来てくれ、ほんと。いや、ほんまそうっすよ。確かに。こっち少人数でな。うん、来てください。来てくれ。適当なこと。ほんで、なんか、そういうスタッフがさ、優秀なスタッフが流れてきたから、動画のクオリティが上がってきてるみたいなことも言うてんねん。こっちの努力や。当初からのスタッフでやっとる、ずっと。いや、ほんまそう。なあ。で、適当なんか、家事が、ギャラの払いが悪いとかさ、ちゃんとやってるって、そんな。どっからそんな情報が漏れてんのか知らんけど、わからんで、もしかしたら、そのスタッフがなんか酔っ払って、冗談で何か言ってんの、たまたま、聞いた人が本気にしてみたいなのが回り回ってほんまみたいになってることばっかりなんですよ。なるほど。かわいそうや。なんでそんなんばっか書くんやろ。ほんで見てみ、これ、下の方なんか。そっから。お笑い下手になった梶原って。YouTuber として人気が出るのと反比例してバラエティ関係者から評価が落ちてるって。とある番組で共演した芸人さんは短いコメントで爆笑を取ってるのが梶原は共演者の発言などうまく対応できない感じでトークの切れ味もなくなってきたって。ええ感じしたりや、ほんま。まず勘違いしてんねん。梶はもともとお笑い下手です。なんか YouTube をやって下手になったみたいに言ってるけど、彼はもともとお笑いはうまくございません。それはみんな知ってることですよ。キングコングなんてさ、西野大先生のおかげですから。西野大先生がもう超天才ですから。急な方向転換についていけないぞ。カジの良さはそんなとこじゃないんですよ。不器用な、ね、違う不器用ながらでも一生懸命、ね、ぶち当たっていって、頑張ってる姿があいつの面白さ、素敵な部分や。素晴らしい、素敵ですね。別にあいつがお笑い技術が高くてめちゃめちゃおもろかった時なんか一回もないですよ。すごい大間違いです、この記事は。もともとです。お笑い下手なの。一番ヒートアップしてるじゃないですか。何がですか？いや、だから変な書き方をするなっていうことです。なるほど、なるほど。結局あいつは YouTube でね、僕があいつの YouTube に出たこともありますよ。うん、聞き上手やし、広げ上手ですから、本当にそう。見てる人はそういう意味で楽しいんですよ。別にあいつ自身がすごく面白いとか、そういうことではないんですよ。そこが、あいつの良さですから、とか、お笑い下手になったとか、なったんじゃないんですよ。もともと下手や。訂正してあげてください、そこは。ちょっと、声を大にしていたい、僕は。どこに怒ってるんですか？え？おかしいやろ、そんなもん。ね？しゃかりきに頑張って、まあ、最後はなんか、初心を忘れず芸人としてもしゃかりきに頑張ってほしい。なんか最後なんかちょっと。やりますよね。なんかね。ね、うまいこと言ったみたいな。多いわ、こんな。たまたまなんか、麻布十番がなんかバッて歩いてるとこ何回も撮られたことあるけど。むちろん後輩と飯行くだけやのに。結局この後、
女性とは合流しなかった宮迫の徒歩な夜だったやかましいやろ。何が徒歩やねん。普通元から後輩と行く予定やったんやろ。徒歩でも何でもないわ。楽しい夜やったわ。冗談じゃないですか。やめてあげてほしいな。だからこういう憶測で全然違いますから。でもうマジはっきり言えるのが本当にあの流入なんてないです。編集スタッフ本当にみじんもないです。みじんもないです。どうやってこの噂が流れたのかちょっと本当わかんないですよね。ずっともう当初からのチームですよ、うちなんて。そこにちょこちょこポンコツは入ってきますよ。ポンコツな人間は 何か入ってきますけども、ちゃんとみんなポンコツなりにこうがっつりね。ね、気持ちだけはソーシャル関係ないですから、がっつりこう肩組んで、うん、ポンコツながらやってます。みんな入ってきとれませんか、さっきのスタッフなんて。でもこうやって真実を言うても絶対訂正してくれへんよね。そうですね。なんかちゃんと一回勘違いでした、すいませんでした言って謝りのなんかもやってほしいと思うけどな。そっちの方が結局信憑性も上がりますもんね、その雑誌としても。そうそう、間違いをちゃんと認めるとかっていうことも。でこの間フライデーさんにまた家の前で直撃されてさ、100万人登録おめでとうございます、フライデーです、いやいやよく来れますねと、あなた方の雑誌で僕人生変わっちゃってるんですよ、よくおめでとうございます来れましたねっていうのを言うたら、最初はなんか本当申し訳ございませんみたいになってたけどさ、うんうん、でちゃんと俺記事全然そこ書いてくれてないの、俺そこで言うたんですよ、もし逆の立場だったらどう思います、今僕とあなたが逆の立場だったら、あなたが僕だったら今こうやって来られた時にどう思いますって言ったら、その記者の人はめちゃめちゃムカつきますですよね、じゃあ僕が今ちょっと不機嫌になってるのも分かってくれますよね、はい分かります、うん、じゃあ分かってくれるんだればお話ししましょうって、そっからお話をしたんですよ。そこ全然書いてくれてないよね。なんか俺がなんかめっちゃ怒ってた感じにしか書いてくれてなかったよね。俺すっごいもうぐーっと押さえて、もうすごく大きな器で僕ちゃんと30分か40分くらいずーっと家の前で喋りましたよね。1ページだけでもう嫌ですからね。あんなに俺誠意を持って喋ったのに、なんかさ。ひどいな。と思わへん。人生一回終わらされてるねんで。そうですね。そこの人に俺ちゃんと対応してんで。しやのさ。しょうもない、なんか1ページ、なんか他もなんか芸人の、春日かなんかが飯食うてるみたいなのと同じ大きさやったらどうしようってやねん。なんでそれと一緒やねん。そこは春日なんか牛丼かなんか食ってた写真と同じぐらいやった扱いが。もう俺答えへんからね、来られても。春日さんの牛丼と同等って。一生懸命皆さんのおかげです感謝の意見とかいっぱい伸びてたのに短かった。まあいいんです、いいんです、いいんですけどね、よくもないか、仲良くはやっていきましょう、うん、同じね情報を提供する側なんですから、どっかでやっぱり協力し合ってやりたいですから、ちゃんと聞きたいことはお伝えしようとも思いますし、ただこういう憶測でしかも間違ったことを載せられると、ね、本当に傷つく人はたくさんいらっしゃいますし、困る人もたくさんいらっしゃいますから、はい、ぜひこういうね雑誌とかこういう媒体の方々ももうちょっと誠意を持って、やっていただきたい。もちろんお仕事ですから。わかりますけども、お願いしますね。家事かわいそうです。ほんまにへこんでますから。はい。なんか今、あいつの口からこういうのを訂正しても、多分またそこで、ね、うん、そうですね。なんかいろいろ言われたりするから、あえて僕が言わせていただきました。はい。ただ最も気になるのは、梶原くんはお笑い下手になったわけじゃないです。昔から下手です。やばい、ね、元気、そのくらい元気です。その代わり元気です。ちゃみちゃん、しゃかりきに、しゃかりきに元気です。しゃかりきに元気ですし、人の話を聞くのは本当に上手。広げるにも本当に上手。本当そうです。YouTuber として僕なんかで全然向いています。ただお笑いは昔から下手です。西野大先生のね、あの先生のおかげですから。西野すごいよな。
西野はすごいわ。あいつ天才やわ。すごいですね。はい。いつか西野大先生に教えを乞いたいね、ほんま。あ、終わります。終わりですよ。すいません。もう、そうね。取り上げていただけること自体はね、ありがたいことですけどね、その、おお、というと、この、うん、まあ、ニュースとか、はいはい、その雑誌とかにも、全く出ないっていうのは、注目されてないっていうことなので、一切気にもされてない。そうです、そうです。まあ、それを、まあ、うん、使っていただけるっていうのは、ありがたいことですよね。むちゃむちゃ当たり前のこと言うな。もっと、おおっていうこと言うてくれ。なるほどなって、感心させてくれ。そりゃそうや。あの、何も相手にされない、無になることが一番辛いことですから、うん、こうやって、いじってくれるっていうのは、もう嬉しい、ありがたいことですよ。これでまたいろんな人が、ね、僕のこと知らなかった人、カジサックのこと知らなかった人も知ってくれるかもしれないんですけど、この記事だとすごくネガティブな知り方をしてしまいますから。そうですね。うん、カジはそんなことないです。あいつめちゃめちゃいいやつですから。はい。まあ、ちょっと、あの、ちょっと、あの、アホなとこは確かあります。ついついなんか、あの、電話、俺の、ヒカル君のチャンネルの時に電話に出てしまったりとかね。優しい。そうそうそう。ちょっとね、あの、まあ、純粋な子なんやと思うから、うん。だからそういう面白さですしね。だからちょっとあの、訂正。まあ、僕の口から訂正させてもらいます。これはすごく間違った記事です。はい。というわけで、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。お笑いは下手。そこで締める。そうそうかじごめんな。終わりです。